ズレからキレ生まれないんですよ。ズレをいくらやってもズレしかならないんで、ズレからキレに転換できないんで、キレからズレ覚えてても早いです。感じてするとやっぱ35歳前後くらいから特になんだろうな、切れるターンとずれるターンをまず分けて考えちゃう。で積極的にこう切るターンとなんかコントロールしてもう切れ回すターンとは別で、斜面だとか自分の行でそれをチョイスするって考えちゃう。だけど若い子たちはもうそもそもカービングスキーでカービングターンする中でそのスピードの速いのとそういうのをチョイスしてくるから、やはり技術を2つ分けて考えてない。でここにやっぱり差が出ちゃうので、やっぱりカービングターンが攻めるだけのターンじゃなくて、やっぱりずらしもそこにできますよっていうまずマインドの変え方と、と小回りやっぱりどうしてもコントロールしたいと思っちゃうから、やっぱりずらすひねる動きがすごくやっぱ出ちゃって、エッジを立って切れるカービングターンはまあロングターン、ショートはずらす。だからエッジを立てて小回りをするっていうところになかなか入っていけないんで、まあ、そこは相当やっぱりチャレンジしていかないと、これからプライズテストで求められるこういうショート系の動きっていうのは厳しいかなと思ってます。厳しいですね。厳しいですね。